社民党副党首の大椿祐子参院議員が23日、自身の XQ ツイッターを更新、日本国籍の人のためだけに政治があると思っている、ところが間違いですと持論を展開した。大椿議員は22日、参議院厚生労働委員会で、1942年に山口県の調整炭鉱で起こった海底坑道の水没事故について研究。 朝鮮人労働者の水没者遺骨調査に関して質問した様子を X に投稿したこの投稿に対して23日日本人のために働いてねという引用リポストがなされたが大椿議員はこの意見を引用リポスト日本国籍の人のためだけに政治があると思っているところが間違いですとつづった こうした大椿議員の持論には様々な意見が寄せられた。学区がない連中はこのポストが正しいことなのが理解できないですよなどの賛同意見も見られたが、国家公務員法の否定ですか、日本国籍の日本人の益のために、その代表として日本国の政治を担うんじゃないのか、などと反発する意見も多く見られた。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。 日本の経済力が世界第2位米国にとっては脅威と思われていた1980年代ぐらいに勢いのあった時代ならば困難な国に手を差し伸べ助け合うっていう考えもあっていいだろうけども日本は少子高齢化どころか高齢化だし人口大減少時代に突入した中でこれから先は国力と自国民の生活水準の維持 人口減少社会でもそれよりも高い国力の回復と自国の利益を考えるのが当然だと思う。日本国籍の人のためだけではないとしても、最優先すべきは、日本国籍の人のための政治であることを忘れてしまっては大間違いですよ。ただまあ、それを公言したことは、有権者イコール日本国籍の人が適切に判断できるための、 材料提供となるので正直なのは良いことですよ。お互いのためにも。14万9287票の吉田忠友が辞職した代わりに比例再開1万5440。当選者の1、10しか獲得していないのに繰り上げ当選できる制度を見直してほしい。外国人人政権に賛成している連中の一覧表を以前見たことがあるけど、 みんな民主党だったような記憶があるんだけど、日本のために心底働いてくれるならまだしも、社民党党首福島みずほや、立憲の蓮舫、あるいは令和新選、組山本太郎なんかを見ていると、やっぱり反日先導みたいにしか見えないから、必要がないという印象が強いね。本当の日本人のために働くのが大前提でしょう。もちろん、 外国人だからといって、不当に不利な決まりを作る政治にしてはいけません。ただ、かといって、外国人の犯罪を見逃したり罪を軽くしたり、日本人の負担につながったりするようなことにはなってはいけません。そのようなことになると、余計に偏見や分断につながりかねません。外国人も、日本のルールと、文化、 習慣を守れる人ならば外国籍の人にもそれなりの見返りはあってもいいと思うが悲しいかなそうでない外国人が少なくないそのような連中に対しては忖度なしで日本の法令を厳正に適用してほしいサハヤ党社民党や大椿祐子副党首はグローバルや多様性という理由で日本国籍を有していない外国人も 日本の地方議員や国会議員にしたいのでしょうか。逆に、サハヤ党社民党や社民党大、椿裕子副党首は、一から、日本の政治を勉強し直してください。日本に暮らし、何らかの貢献、労働力、納税などをしてくれる存在という意味では、日本人だけではなく、住民の視点は重要だと思う。それは、どの国でも、 当たり前の対応海外でだって外国人に対する施策だってあるわけで罰則だけでなく対象が誰かとかよりもその対応がどう日本に良い面をもたらすかという視点で賛否を考えるべきだと思うまず日本国は日本人によって築かれ日本人によって発展した日本人の国であることが大前提ではないのかな 確かに外国人の人権も尊重されるべきだがまずもって政治も立法府も司法も行政も日本人を第一に考えてもらいたいそうでなければ日本は独立国家でも法治国家でもなくなってしまうかもしれない最近では日本人の居場所を荒らし日本人の権利をないがしろにしている一部の外国人もいるがそういう外国人は区別をしっかりすべきだと思う 社民党は、土井隆子さん時代に、北朝鮮こそ、犯罪のない理想的国家と書いて、拉致事件の存在すら否定してた特殊な政党だったからね。今もまだ、特定の外国の権益のために尽力する議員を、排出してると誤解されても仕方がないとは言えど。やっぱり見出しにある言動は、日本でなくても、米国や他のどの国でも突っ込まれると思うんだが、 堂々ととうべきことじゃない日本国憲法にも政治は国民が享受するとありますので日本本国民ののための政治が基本です日本国民は国会における代表者を通じて行動しそもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであってその権威は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使し その福利は国民がこれを享受するただしいずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって政治道徳の法則は普遍的なものでありこの法則に従うことは自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であることから外国籍の人への 政治道徳を果たすことも、我が国の責務であると述べています。自国民に対していじめみたいな金の搾取をやるのをやめてからそう言ってもらっていいですか？国会議員は国から手厚い庇護を受けているから、国に対しては悪い。気持ちはわからないかもしれないけど。国会議員みたいな。国からの手厚い庇護もなく、国会議員が決めた。国が建前をつけて国民から。 金を搾取するルールに、幾重も金を取られて苦しい生活を送ってるんです。まずは自分たちの国の人間を助ける政治をやったら、どうですか少子化解消のためには、AI 化を国も企業も進めるべき。AI 化によって、労働人口を削減し外国人労働者を減らし。 その分日本人の給与所得に上乗せし日本人の生活を金銭的に豊かに精神的に余裕のある環境を整備すればおのずと少子化は解消されると思います少子化が解消されればお年寄りの年金も増額されお年寄りの生活も楽になると思いますがどうなんでしょう刑法や民法なんかはもちろん国内にいる外国人も対象にした考え方で 外国人が増えていけばアジャストしていかないといけない。社会保障や年金、税金なんかは自国民ファーストでいいと思うけどな。ただでさえ日本人の家計事情は厳しくなり続けているのに貧しい外国人移住者に圧迫されるいわれもないでしょ。社会保障目当てで日本には本当に来ないでほしい。 日本という国は日本国籍を持つ人の国です。そして我々日本人による選挙によって選ばれる代表が国会議員です。国会議員が主権者たる日本国民の繁栄のために働くのは当然のことで、外国人の利益のために働くことなどはあってはならないのです。まあ、良いんじゃないですか。社民党の副党首がお立場を明確にしていただければ、 選挙の際の判断材料になりますから。